中央ヤマモダンプレゼンツ神山薬局のポイント5倍デー。新潟市を中心に活動している中央ヤマモダンの山本と、同じく中央ヤマモダンの神田がお送りする神山薬局のポイント5倍デー。7月28日木曜日23時になりました。今回第23回目です。はい、ありがとうございます。はい、我々中央ヤマモダンと申しまして、はい、新潟市を中心に活動しているコント集団となっております。はい、よろしくお願いします。じゃあね、もう7月28日ということで、そうですね、夏、真っ盛りですよね、もうね、子供たちは、はい、あの夏休み入ってますよね、もう入ってますか。じゃあ今日のテーマ、はい、夏になるとね、結構こうあのチンピラたちが外出歩く季節ですから。そうですね、まあ、いろんなことありますから。今日のテーマはね、護身術。おお、護身術護身術護身術です。護身術ですか。もうね、今このご時世ですよ、いろんなことがもう起きてる。そうですよね、海外ではテロが起きたりだとか、もうね、信じられないようなね、事件、そうですよ、犯罪、もういろんなこと起きてるでしょ。起きてますよね。私ね、もう、なんていうか、まあ、力ないですから。あ、ね、生まれ持った力がないので、はいはいはい、だからもうこの護身術、これね、実は極めてるんですよ。あ、山本さんが、極めてるんです、ね、あの、それちょっと全部初めて分かっちゃったんです。全部知ってます。知ってます、護身術のこと、全部できるんですよ。あ、じゃあそのことを中心にちょっと山本さんに今日は聞いていきましょうかね。そうですね、護身術が全部できてるので、はい、ちょっとその辺をね、あの、まあ、ラジオで伝えるっていう、その、まあ、挑戦でもあるし。あ、そうですね。神田さん、ちなみに、はい、なんか護身術っていうと、なん か思い出すことあります？思い出すの、柔道とかじゃないですか、はい、やっぱり。なんか危険な目にあったことはありますか？は、ないですけどね。あ、ないですか、はい、で危険な目に人を合わせたことは、もうないですけどね。あ、そういう、全然もう時代はないですか。はい、平凡に過ごしてますので。そうですか。山本さん、ありましたか？僕ね、はい、まあ、これからの話につながるんですけど、はい、今一番身近な危険、僕らが生活していく中で、はい、一番身近な危険、はい、何かっていうと、カツアゲ。あ、この年でカツアゲされるの最悪ですね。もう世の中ね、はい、カツアゲだらけですから外出たら、そうですよ、カツアゲだらけですよ、この世の中、20世紀になってから。そうなんですね。もうどこから湧いたか、もう見渡す限り、僕からしてみればね、カツアゲが服着て歩いてるみたいなもんですから危険ですね。服脱いだらカツアゲですから。服脱いだらカツアゲ、その辺にいる人はね、もうあれですよ、サラリーマンだって、はい、スーツ脱いだらカツアゲだし、どっちがカツアゲされてるんですか、それは。はい、スーツ、いや、違う違う、カツアゲが服着て歩いてるんだよね、はい、みんなカツアゲだからもうカツアゲが制服着て仕事してるわけだからちょっと会社員も制服脱いだらカツアゲだし、はい、カツアゲだあいつはみたいなことです、だから博士も、白衣脱いだらカツアゲ、カツアゲですよね。じゃあ温泉とか行ったらもう全員カツアゲ、カツアゲが温泉に入ってるみたいな、ね、そういうことですよ、そういうことですよ。じゃあ神田さん、カツアゲが、はい、ふんどし締めて、はい、マゲを言ったら、ああ、なんでしょう、なんでしょうか。カツアゲですよね。お相撲さんですね。すごい、お相撲さん普通なん、カツアゲがふんどし締めて、ね、お相撲さんが、はい、ふんどしを外して、はい、マゲを解いたら、カツアゲですよね。カツアゲガリバーいきなりですか。ガリバー旅行記のガリバー、これはガリバーです。ちょっとね、まあ、ここら辺でコントを送り出しましょうかね。ありますか、はいはい、では中央ヤマモダンのコントでいろは坂です、どうぞ。私の名前は大輔、ごくごく普通の会社員だ。でもそれは昼間の話、夜になるとここいろは坂に走りに来る。早い、怖いよ。
昼間の臆病な私の叫び声が聞こえる。そのくらい早いということか。一度本屋さんで頭文字 D という漫画本を見かけたことがある。私は大輔だ。きっと私のことを漫画にしたんだとピンときた。しまった、旧株だ。早い、目も曲がった。来い。昼間の臆病な私には悪いが、急に曲がらせてもらった。なるしろ急カーブなんだから。本屋さんでカイジという漫画本も見かけたことがある。私は顎が発達している。きっと私のことを漫画にしたんだとピンときた。トイレに行きたい、トイレに行きたい。まずい、昼間の臆病な私がトイレに行きたがっている。怖がらせすぎたか。私に全然匂いがないのが不思議でならない。昼間の臆病な私はまるで私でないようだ。モラル、助けてくれ。昼間の臆病な私が助けを呼んでいる。さて、どうしたものか。トイレに来ていい、トイレに来ていい。こうなったら手がつけられない。昼間の臆病な私がトイレトイレと連呼するものだから、ダイレクトサブリミナル効果で私までトイレに行きたくなってしまった。やれやれ。そこの茶色い車、止まりなさーい。やべ、警察だ。トイレに行きたいのに止まれと言ってきた。矛盾している。警察の命令と俺の意思が矛盾している。どうしよう。昼間の臆病な私が矛盾の使い方を間違っている。ちくちゃう。大輔、落ち着け。スピード落とすんじゃないぞ。逃げるんだ。いいぞいいぞ、このまま逃げ切るんだ。誰もあれは止められないんだぜ。どこまで行くかって知らねえよ。そんなことは俺にでも聞いてくれ。昼間の臆病な私の言ってることがめちゃくちゃだ。ちなみに私は二重人格ではない。こういう遊びだ。さてトイレだ。ここと決めたらそこが私のトイレなんだ。しまった、パトカーに追いつかれてた。署まで同行してもらいます。中央山モダンプレゼンツ、神山薬局のポイント5倍デー。中央山モダンの山本と神田がお送りしております、神山薬局のポイント5倍で、中央山モダンのコントでいろは坂お送りいたしました。はい、ありがとうございました。はい、作絵尻となっております。はい、さてね、まあ、今日は護身術というテーマでね、はい、まあ、このご時世、物騒な世の中ですから、そうですね、自分の身は自分で守ろうということで、うん、確かにそうですよ。まあ、この護身術が全部できてる僕がですね、まあ、皆さんにちょっとお伝えしていきたいです。そうですね、お伝えできることがね、まだまだいっぱいあるんじゃないかなと思って。いや、すごく気になりますよ。そうですね、はい、やっぱ弱者がね、損する痛い目には世の中が、そうですよ、ね、こんなあっちゃいけないですから。そうですよ、本当に弱者のためのものですから護身術って、はい、重欲合を制すとか言いますもんね。は？弱いものが強いものを倒す。お、はい、お、ここちょっと確信についてますかね、もしかして。いやいや、その王じゃない。ああ、全然あーみたいな意味だった意味だったんですけど、なんかちょっとかつ上げされたんですよね今。してないです、あ、してないですか。はい、あ、そう、ちなみにカツアゲって、恐喝のカツに、はい、巻き上げる、あ、上げる、それでカツアゲらしいですよ。そうなんですね、これ本当に、あ、お金を巻き上げますもんね、うん、そうそう、隠語なんですって。そういう筋の方々の隠語、カツアゲ隠語だったんですね。それがこうなんか普及しちゃってるパターンらしいですよ。はいはいはい。まあまあ、それでね、まあ、カツアゲ、私ね、一応カツアゲ、まあ、されたことあるんですよ。お、いつ頃ですか。カツアゲ事件、昔あるんですよ、はい、中学生ぐらいですかね、はいはい、コンビニでね、はい、コンビニの前で、まあ、一人だったんですけど、はい、まあ、無邪気な顔してニコニコしてたんですよ。ニコニコニコしてたら、そっと近づいてきたんですね、男が。お、怖い感じの、うん、なんか、そうだね、うーん、500円貸してっつって、おー、500円貸してよって、そういう感じなんですか。ふーっと入ってきたんですよ、はいはいはい、まあ、茶髪のね、ちょっと怖いですよね、うん、僕その時から護身術なかったから、あ、でも僕も、まあ、軽い金縛りになって、ああいう時動けないですね、あ、怖くて、うん、ダメです、ないです。ダメです。ダメです、強いですねけどダメです、ダメです、ないですつって、はい、連呼してたんですよ、もう、アホのように、はい、そしたらなんかね、
同情するような目をしてから去ってきましたね。なお逃れたんです。おそれもなんかまさに護身術のね、うん、なんていうんですか、反撃せずに相手を返すというか、まあね、まあ、これも一つの護身術そうですよね。まあまあでも、はい、実際ほら今の年になるとお金持っちゃってるわけじゃないですか。持ってますからね、そういう500円とかにはね、うん、持ってないと聞かないわけだから、そうですよ、うん、まあ今度行きますか。あ、じゃあ行きましょうかね、うん、はい、では今度送りいたします。中央山王団のコントで世界一長い滑り台です。どうぞ。このコント後にね、ちゃんとお伝えしますのでね。楽しみです、うん、はい。運命の瞬間まで数十秒となりました。世界一長い滑り台、挑戦していただいたのはアメリカフロリダ州にお住まいの6歳の男の子ケイン君。全長580万キロメートルの滑り台を滑り続けて28年、そんなケイン君が間もなくゴールの瞬間を迎えよう。あ、見てください、見えました、ケイン君の姿が遠くにうっすらと。ご覧ください、おじさんです、おじさんになってます。それもそのはず、ケイン君すでに34歳になりました。そしてついに地面に降り立ちました。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、世界一長い滑り台は。はい、最初の2年くらいはすごい楽しかったです。最初の2年、9歳、10歳くらいから徐々に滑り台で遊ぶ年齢じゃなくなっていって、中学、高校くらいの年齢からやっぱりゲームとかチャットとかしたいなって。あー、でも滑り台ずっと続いてるし、大人になってからは俺何やってんだろう、いい歳してって感じでずっとつまんなかったから長すぎると思います。あー、なるほど、長すぎる。ケインさん、参考になりました、ご協力ありがとうございました。本当に長い間、いえいえ、なーになーに、こちらこそありがとうございました。いい青春でした。中央山モダンプレゼンツ、神山薬局のポイント5倍です。中央山モダンの山本と神田がお送りしております神山薬局のポイント5倍で、中央山モダンのコントで世界一長い滑り台お送りいたしました。ありがとうございました。はい、作山本となっております。はい、じゃあそろそろ護身術の方を聞かせていただきたいですね。いきますか。はい、ね、楽しみです。私ほら、はい、もうね、護身術全部できてますから、はい、そうですよね、護身術に愛された男、愛された男、うん、あ、護身術が愛した男、あ、そういうですから、 くらいのそのふうに、ね、言われてますから、もう何でも知ってるってことですよね。うん、そうなんですよ、いやもうぜひ、まあ、ほらカツアゲする人って、はい、大体ほら、まあ、さっき言ったようにね、髪染めてたり、はい、肩で風切って歩くような、そうですね、まあ、そういうタイプです、まあ、見れば大体分かりますよ、分かりますよね、悪そうな感じ、絶対目合わせたらダメだ、ね、ダメなタイプでしょ、はい、ただそういう人たちって、はい、一方でね、仲間を大切にする、あ、そういう特性もあるんですよ。そうですよね、そう必ず、うん、仲間のこの絆をね、うん、すごく大事にして、そこが彼らのなんていうか、その美的感覚としてあるんですよ。 ありますよね、だからそこをね、まあ、僕今からいくつかある護身術のうちの一つですけど、はい、まあ、さっきのコンビニの例だとして、まあ、金貸せよと、はい、金貸せよ来るでしょ、そしたら待て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 、うん、俺もカツアゲなんだよちょっと待ってください 俺もカツアゲなんだよ、あ、っていう、ええってなる、なりますよね、あの、はい、なりますよ、なんだって、はい、待て待て待て、俺もカツアゲなんだよなんだよ、お前もカツアゲかよ、あ、仲間になるやつですかそれ、え、お前も、はい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 、そうだよ、参ったな、なんだよって、
どうですか。あ、ここで友情が生まれて、うん、そういうことなんです、そういうことなんですよ。あ、うん、そっか、もうなんて言うんですか、うん、目には目を、歯には歯をみたいな感じではなくて、 それをうまく、うん、こうね、かわしながら仲間になる。そう一番すごいことですよ。懐に彼らのその、彼らのいいとこもあるから、その仲間、友情、なるほど、そこにはスルッと入ってくる。で、今カツアゲですよね。はい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 。あと女性の敵、痴漢。あ、痴漢ね。痴漢の護身術もちょっとお伝えしたいです。あ、これも女性ね、女性ぜひ聞いてもらいたい。はい、今聞、お父さん聞いてたら、娘を起こしてちょっと、ね、うん、聞かせてやってください。まあ、自分で伝えてもいいし、うんうん、今から起こして連れてくるの大変だと思う。そうですね。じゃあちゃんと聞いてメモして、朝一番に伝えてください。そうですね、ぜひお願いします、うん。まあ、地下にあるでしょ、電車乗ってて、はい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 、例えばなんか触られたりして、地下にあった時に慌てちゃいけないんです、うんうん、そういう時は触られたら、はい、痛っ、これでいいんですよ。これ第一段階で、ああ第一段階、触られるたびに、はい、痛いと、痛っって言うと、はいはい、まあ、仮にね、カナさん、はい、痴漢したとしましょう、カナさんが、うんうんうん、魔が差して、ね、魔が差して、まあ、今常習犯かもしれないけど魔が差して痴漢したとしましょう、はい、うん、今日もしてきたかもしれないけど、してきたんだろうけど、してないですよ、はい、その場合、痛って言われたらどうですか。やっぱり、あ、えってなりますよ、なりますよね、さすがに、それでもね、うん、僕、カナさんって、はい、かえってそういうのは全然、燃える人な気がするんですよね、神田さんね。そんなことないですよ。まあ、そういう人もいるでしょ、そういう人がいた、はいはい、いた時はそれでもやめてこなかったら、うんうんうん、産んでるんでやめてください。いや、それだったらやめるんじゃないですかね、うん、そこ産んでるんで、ああ、ね、痛いですよね、産んでるのは、うん、触りたくないでしょ、産んでるとこ。いや、そうですよね、嫌な気持ちになる、なると触っている方も汚いってなるでしょ、これです、海が出るかもしれない、ね、だから女性は変なプライド捨てて、はい、まずいてて、いてててて、はいはいはい、それでダメならそこ産んでるんでやめてください。ねえ、これでフックですよね、全然ザッツオール、ね、だからカツアゲの時も使えるんですよ、はい、さっきの俺でもカツアゲなんだよって言った時に関係ねえしって言って、あ、来ますよね、胸ぐら掴んでくるパターンもありますよ、あ、いてててててそこ産んでるんでって言うと、ねってなる。確かにそれはあるかもしれないですね、産んでるんでって言われたら汚ねってなるでしょ、うん、人の産んでるとこ触りたいですか。嫌ですよね、でしょ、そういうことなんです、うん、まあ、まだまだねあるんですけど、まだあるんですね、いろいろあるんだけど、いや、そうですよね、護身術の愛された男、愛された男、うん、まあほらね、コント行きますか。あ、そうですね、ではコントを送り出しましょう。塩屋モダンのコントで蛍です、どうぞ。カナさん、お相撲さんがマゲを解いてふんどし外したら何でしたっけ。カツアゲです。ガリバーだっつ。俺は大輔、走り屋だ。昼間は善良なサラリーマンだ。さて、今日も走るか。早い早い。昼間の臆病な俺が何か叫んでいる。だが俺には何と叫んでいるのかすらわからない。もう都内を抜けたようだ。それもそうか、俺の自宅がすでに郊外だ。早い。あ、何か光ってる、ホタルだ。昼間の臆病な俺が何か光るものを見つけたようだ。まさか昼間の臆病な俺は UFO なんて信じてるのか。どれ、どこだそれは。なんだ、ホタルじゃないか。うわー、ホタルだ。止めてくれ、ゆっくり見たい。止まるわけにはいかない。しかし、ホタルとは。つまり、この辺りの水は甘いということか。ホタルの歌で、そんなことを言っていたような気がする。ギャー！怖い！どれ、水が甘いとはどういうことだ。あった。手頃な水たまりだ。嫌だー！毒水なんて飲みたくない！嫌だー！昼間の臆病な俺がまた怯えている。お腹海外でもあるまいし、なんて臆病なんだ。呼吸呼吸呼吸、まずいまずい、おわ、まずま、うん、甘い。しかし、臆病な俺がまずいと叫んでいるせいで、ダイレクトサビリミナル効果で俺までこの甘い水をまずいと感じてしまう。くそ、
泥水のような味と錯覚してしまう。さて、腹も気のせいか痛むし、今夜の走りはここまでか。帰りはルーフを全開にしよう。ホタルが羽虫のようにバシバシ顔に当たり、両目に入ってしまい、両目が光るというのも、ありか。やだー、ありえねー。中央山本団プレゼンツ、神山薬局のポイント5倍でーす。中央山本団の山本と神田がお送りしております神山薬局のポイント5倍で、中央山本団のコントでホタルお送りいたしました。ありがとうございました、はい、作えじりとなっております、はい、さてね、今日は護身術について、ね、お伝えしてきて、はい、まあ、まだね、伝えきれてないことたくさんあるので。いや、もうたくさんありますよね。そう、まだ一つ二つしか出てきてないので、まあ、今はね、俺もカツアゲなんだよ、うん、が一つですね、うんうんうん。あと、まあ触られたり、ね、殴られ、まあ、胸ぐらつかまれたら、うん、いてててそこ産んでるんで、うん、これですよ。その2つをまずね、まあ、やりやすいところから。そうですね、うん、初心者用なんですかね、これって。初心者用ですね。あ、まあ、誰でも、うん、できるような、誰でも使える、はい。まあ、世の中はもうカツアゲだらけですから、うん、言ってましたね。でしょ、カツアゲが服着て歩いてるようなもんですよね、はい。だから、まあそれで今の2つ、うんうんうん、それでもダメなこともあるんですよ。あー、そうですよね。仲間をアピールしてもダメ、産んでてもダメ、でいよいよ、はいはい、向こうが拳を上げてくる。うーん、危ないですね。そしてもうバンと殴ってくる、はい、そういう時の護身術でいきますか。あ、これ聞きたいですよ、一番。もう、ここがまあ結構大事。そこが一番、まあ、いわゆる護身術ですね。そうですよね。そう、ラジオで伝わるかな、うん、ちょ、金さん、はい、じゃあ、なんだてめえ、はい、えいってちょっと僕に殴る。あ、わかりました。なんだてめえ、えいってやってもらっていいですか。はい、わかりました、はい、いきますよ、はい、なんだてめえ、えい、えい、あっ、とぉ、はい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 、キュッ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 、さ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 、たたたたたた、つ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 、むしゃ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 、ちょっといいですか、もう、あの、なんですか、なんですか、神田さん。全然伝わらないですけど、もう、まあ、あの、いろんな音入ってましたよね、今。結構疲れてますね、はぁはぁ言ってますけど。激しく動いて、いや、いろんな、ね、音入ってる。まあ、今のは、まあ、政権冗談好きっていうか、そのパンチ来た時の。おぉ、今度蹴り、結構ね、蹴ってくるんですよね。あー、足が長いと、そうですね、一番当たり、痛いですよね、蹴りは。なんだてめえ、舐めてんのか、はい、えいって言って、今度蹴ってもらっていいですか。いいですか、うん、じゃあいきますよ、はい、なんだてめえ、舐めてんのか、えい、キュッ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 、サク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 トンド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 ン、トゥル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 、あー、うまいな。ちょっと待って、ちょっと待ってください、うまいなこれ。ちょっと待ってください、なんか食べてますよね。なんか食べてますよね。あのトントントンっていう音もさっきも入ってましたけど、なんか料理してますよね。ないです、ツルツルってなんかね、そばかなんか食ってんのかな。でも、愛って言って、はい、もう相手倒れますよね。ああ、最初の方で、ね、そしたらもう髪の毛をね、はいはい、あのビスみたいのであの地面に打ちつけてて、で、旅行機が始まるんですよ。ガリバー旅行機が。かなりバイオレンス、はい、あ、これは護身術なんですね。まあそうですね、僕が、まあ、はい、実際使ってる。あ、うん、あ、もう使ってるんですか、これは。やってますよ。いや、これ相当難しいと思いますよ。僕ね、人疲れするんでしょうね、人疲れって言葉あるのかな。人疲れってな、人に好かれる。あ、好かれると、カツアゲ来るんですよね。あ、カツアゲの人が寄ってくる。カツアゲされやすいタイプっていうことですかね、多分ね、だから、まあ、この常にポケットにはビスを、はい、あ、髪の毛を地面に打ち込むビスを、はい、うん、まあ、これだけは覚えていってくださいね。いや、ちょっと難しいですよね、これ。普通の人じゃできないやつじゃないですかね、最初に、あの、伝えてもらった方法よりは。いや、まあ、大丈夫でしょう、うん、誰も聞いてねえし、このラジオ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ね、我々ね、中央山本団、はい、今の本業のね、コントライブの方もやっておりまして、はい、でもうあさってですよね。ああ、そうですね。初日が、うん、あ、もうあさってに。ヘイ12度企画、毎月1回公演やってるんですけど、はい、7月30日、あの、倉織さんで、はい、鳥の糞という長編コント、まあ、50分のコントをね、
やりますので、はい、ぜひ30日土曜日は16時、うん、そして20時の2回公演、2回公演と、まあ、その後ね8月5日6日とやるんですけどね、はい、8月5日金曜日は8時から、うん、6日土曜日は、16時と20時半と、あ、全国公演、いろんな、ね、時間帯あるので仕事されてる方も、ね、うん、予約しやすい、結構選べる、ね、感じになってると思うので、はい、ぜひぜひぜひ鳥の糞来てください、はい、お願いします、楽しみです、お願いします、はい、はい、じゃあ今週はこの辺で、そうですね、終わりましょうかね、はい、では今週はこの曲でお別れです。先々週に引き続き森田花壇さんで銀河の忘れ物、また来週、さようなら。してるんだこっちへ来いなんて、太った女みたいな声が僕のおへそを引っ張っているみたいだ。あいつに近づけば近づくほど僕はミクロの単位になってゆく。しまいには消えてしまうほど小さくなってしまう。それがあいつのやり口なんだろう。ラララララが衝突しているのだよ。お墓の前で海が歌うように、夕方の赤を君が歌えばいい。夜を歌うのは星だけでいい。君を歌うのはこの曲がった口だけでいい。死ぬほど愛せたら愛せばいい。夢のような人生